ディフェンダーがうまく読んでいました。オフサイドの旗が上がっています。狭いところでボールを取ります。ここはフリーキックです。警告はありません。パスをサイドに送ります。ここからどうするのか。チャンスにできるか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。ワイナルドゥム、デヨンク、味方がフォローに来ています。ドリブルでボールを持ち出しています。ここはディフェンダーが読んでいました。サイドから攻撃でしょうか。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。サイドにスペースがあります。いい位置です。ディフェンス、ここはゴールに近い位置でファール。十分に狙える距離です。壁になる選手にキーパーから指示が出ています。直接狙える距離ですからね。キーパーがボールをキャッチ。デヨンク、裏も見えていたのか。このシュートはブロックされました。マイナスのクロスだ。シュート、ゴール。同点弾が決まった。ドリブルで進みます。サイドをえぐって中を見る。インターセプトでチームを救いました。素晴らしいボールだ。キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。コーナーから中へ。このヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。危険な位置です。緊張感が増してきます。クリアして危機を出しました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ボールはサイドの選手へ。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。少し早計でした。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。デヨング、味方を使います。いいボールが出ました。ゴール。リードを奪いました。監督の交代策が成功しましたね。投入した選手が決めて嬉しく思っているでしょう。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。いいパスです。視野が広いですね。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、
ここは出し手との呼吸が合いません。デヨング、ボールを失います。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ここはうまくボールを取りました。カウンターアタックに入ります。走り込んだ味方にスルーパス、見事なセーブ、入れさせない。ヘッドを使ってピンチを脱出。前半終了です。スコアは2対1、リードは1点です。アウェーチームがリードしての折り返しとなりました。あの時間帯は危険ですよね。どうしても集中が切れやすいですから、しっかり立て直して後半で取り返しましょう。後半戦の開始です。このロブパスはよくスペースが見えていました。キーパー止めた。危ないシュートを止めましたね。お見事です。いい流れは来ているんですけどね。サポーターの後押しを受けて得点に結びつけたいところです。ここはナイスタックル。コーナーに逃げました。同点に追いつく絶好のチャンスです。ここは観客席も大いに盛り上がります。ボールを入れました。キーパーがコーナーをパンチング、中に入ってくる。このシュートを弾いた。コーナーキックです。同点に追いつくチャンスです。ボールはエリアへ。このヘディングはわずかにポストの外でした。タイミングは良かったんですが、少し運がなかったですね。このパスは読んでいました。デヨング、インターセプトされました。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。これは見事に奪いました。仕掛けてくるのか。ボールは外に出ました。スローインです。いいタックルだ。ボールをキープしました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。スローインです。このパスはカットされます。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを奪い返しました。プレッシャーをかけられます。素晴らしいスルーパス。このボールはクリア。中に入れた。クリアが足りないか。ボックス内へ入れてきた。ここはカウンターアタックを狙うか。守備への切り替えが遅れています。ディフェンダーがうまく読んでいました。ファーポストに入れた。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。
パスをカット、いい読みでした。ドリブルで果敢に攻め込みます。ボールを失います。ここでカット、危険な位置です。緊張感が増してきます。チャンスにつながりそうな攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。いい位置です。体を寄せる、体に当ててクロスをブロック。中に入れてくるか。ここはディフェンダーが読んでいました。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。相手のマークがついていますね。サイドにスペースが空いています。いいボールを送りたい。ディフェンダーのインターセプト。この動きにスタジアムが沸きます。カウンターのチャンスです。チャンスにできるか。ディフェンスがクロスをブロック、クリアして危機を出しました。いいところにいました。ナイスインターセプトです。サイドが空いています。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。スローインで試合が再開となります。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。インターセプトでチームを救いました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。クリーンなタックル。ボールを奪いました。カウンターアタックに入るか。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。素晴らしいパスです。決められるでしょうか。これは見事に奪いました。クロスのチャンス。惜しいシーンでしたが、ラインを割ってゴールキックになります。苦しい試合になっていますが、ホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちも力が出ると思いますよ。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。同点にするチャンスですが、もう時間がありません。鮮やかなディフェンス、落ち着いています。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。試合終了のホイッスルが鳴り響きました。残念ながらチームは敗北、勝ち点も獲得できませんでした。このまま降格圏に